長野です。今日はこれを作ります。まず実際に作るときは欧米ガラス水槽の作り方という動画を先に見ておいてください。今回はその作り方の応用で作っています。今回は ADA のクリアガラス蓋を使って作っていくんですが、これはとにかく透明度が高いですね。ガラス圧が 3mm なのでカットがとてもしやすいです。しかも軽い、あと割と手に入りやすいのもいいところですね。価格も結構手頃ですし、問題があるとすればサイズが微妙なことぐらいでしょうか。今回作る水槽はこのサイズです。で、水槽を作るんですが、例えば30センチキューブ水槽があったとして、どういう構造になっているかというと、こうなっています。つまりですね、30センチのガラスを4枚組み合わせたわけではないんですよ。で、この短い方のガラスの長さがどれぐらいになるかというと、ガラス圧が 5mm だとすると、シリコンの厚みを 1mm 取ると 28.8cm になります。で、今回の場合ですね、小さい水槽なのでシリコン層はなしにします。だいたい 0.3 ミリずつぐらい全体的に大きくなる感じになると思います。底面ガラスもシリコン層なしでいきます。これでだいぶガラスの切り出しが簡単になります。で、カットするのは具体的にはこのサイズで切っていきます。2枚のガラスから効率的に5枚のガラスを作ります。ガラスカットの精度を出すためには、こういう風にカット回数を少なくするのがポイントですね。この図を見ると3回カットすればいいことがわかります。カットしていきます。この2枚を使います。カットは結構慣れてきてうまくできるようになってきました。結構簡単に割れますね。サクッとできました。精度も結構出てます。次に底の部分のガラスを作ります。ここが重要なんですけど、ガラス同士を接着する部分以外をマスキングしていきます。つまりシリコンがはみ出ても大丈夫なようにするっていうことですね。これが結構手間がかかって一番大変なところですね。初めてやったので、どこが必要でどこができてないか何度も確認しながらやってますね。ここで手を抜くとシリコンがはみ出て、後で処置が大変になるので時間をかけてしっかりやってください。接着していきます。こういうシリコンを使います。酢酸系というらしいです。ちょっと酸っぱい感じの匂いがします。1000円ぐらいで手に入ります。ここのポイントはですね、たっぷり塗るということですね。はみ出る量を塗る。それでガラスとガラスの当たる部分が隙間なくするのがポイントです。この角を直角に止めるのにコーナークランプというのがあると便利です。ただですね、大きい水槽じゃないと四隅をきれいに止めることができないので、今回ですね、シリコン層を1ミリずつ取ってそこに流し込むというやり方をやめて、手で止めていくというやり方にしています。なので今回はコーナークランプは補助的に使っているだけですね。なくても作れると思います。
あとははみ出たシリコンをですね先に取っておきます。ただ多分ここで取らなくてもマスキングテープを取るときに取れるので大丈夫だったんじゃないかと思います。シリコンが固まってからマスキングテープを取るとシリコンが必要な接着面の部分まで一緒に取れてしまうかもしれないので、シリコンが完全に固まる前ですね、10分ぐらいで取ります。シリコンが完全に固まるまで2日と言われているんですけど1日で大丈夫でしたね。1日後完成しました。完成したらやることは水漏れチェックと、あと作業中にガラスに手が触れてシリコンがついてしまったところがあったらカッターでシャッシャッとやると取れます。作った水槽はこの前作った円柱型パルナリウムの入れ物用として作りました。今回は簡単な水槽を作ってみましたけど、次はケージを作ってみます。今日はこれぐらいにしておきます。バイバーイ。